さんこんにちは。メイクしていきたいと思います。くしていきます。あ、マシュガか。みんなマシュガ公開されたんですか？私まだ見てないや。結構最近撮ったやつなんだけど、見た？今日雨なの嫌だな。マシュは何回今の登場なんですかって感じなんですけど、まあ、いっぱい出演させてもらってて、みんなが楽しんで見てくれたら嬉しいです。で見てない方は見てくださいね、ぜひ。私は弁護人になりました。ちょっと私も見えてないから、その内容をちょっと何やってるか分かんないんだけど、どういう編集になってるか分かんないんだけど、特技を披露してもらって、それをこうなんか本当の特技なのか、公式プロフィールのしていい特技なのかっていうのを、そうそうそう、をなんか私たちが、私が弁護人、私はその特技を持ってきてくれたメンバーのことを守んないといけないんだけど、意外にそれが難しくって、やったことないからさね。そうそういうのもあって、そう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 。でキャプテンがめんどくさいよ、もうめっちゃめっちゃめんどくさい。強いのよ、ああいう人いたら勝てないなって思う。みんなが私の立場だったら絶対勝てないと思う。めっちゃいいとこついてくんですよ。そうそうなのよ。で愛知が裁判官、できた、できてるか。でも私昨日自己紹介入れてたと思うんだよね。言えた気がする、昨日は言えた気がする。自己紹介ちょっと乳液塗ってきます。あ、扉が開いてた、恥ずかしい。今日なんかジメジメして、あっつい、あっつい。目標は3時半に終わらせる目標だから、時間は、時間あんまりないよ。じゃあ嘘、3時45分に終わらせる。本当は2時から始める予定だったんだけど、なんかしてたら遅くなっちゃったみたい。なんでって感じなんだけど、
よし。巻こうかなと思うんですけど、今日髪の毛を久々に巻こうかなって思ってます。でもめっちゃ迷ってる。雨降ってるから巻いてもあんまり意味ないんじゃないかとか思ってるんですけど、今日はめっちゃ寝ちゃって12時まで寝てました。疲れてたみたい。そう、12時まで寝てました。気づいたら、はい。また忘れ物しました。撮ってきます。すいません。はい、こんにちは。マシュガ見ました。だってめっちゃマシュガ見ましたの人多いね。いっぱい見てください。いっぱい見て視聴率再生回数爆上げしてください。お願いします。なので先にちょっと買い抜きしちゃおうかな。で、本日は夜はラジオがありますので、ラジオの方もよろしくお願いします。私出演してます。このクリップはもう、あ、ここの中にあるの。見つけた。なのでね、また相乗りコンビなんですけど、マシュガもラジオも相乗りコンビです。よろしくお願いします。素敵な日曜日。ちょっとさすがにこれはないと可愛くない。みんなマシュガ見るの早いね。通知オンにしてるの？すごいね。マジで雨やだ。なんで今日雨なの？ハンちゃんの判決出た時の私のリアクションが可愛かっただって。どんな顔してたんだろう。めっちゃ気になるんだけど。あ、皆さんいっぱい見てください。あ、なるほどね。公式 X のね、ツイッターが。ありがとう。コメントもしといてくださいね。面白かったって。ツイッターのさ、なんか引用 リツイートみたいなあんちゃん、そういう時
スーツ姿も似合ってますだってそう思った。そうなんかそのこの裁判系の YouTube を撮るって知ってたから、じゃあなんかワイシャツ系にしようかなと思って、そうシャツにしたのね。シャツを自分の着てったらまさかのスーツを用意してくれてて、そうスーツを上から着たらなんかいい感じの、マシュがよく出演して嬉しいだって。嬉しい？なんか本当に毎回曲が違うから、なんで呼ばれるんだろうと思ったら、あ、りゅうちゃんはそのままでいつも通りでって言われる。あ、オッケーですって。なんか特に役もなくて頑張って弁護人してみてねみたいな感じで、オッケーみたいな感じで。難しいよ弁護人なんて。なんかドラマとかはさ見るけどさ、今やってるドラマがさ刑事さんのドラマだからさ、そうそう刑事さんのドラマ見てたりするから、うわーって思ったけど、そうドラマ私見るの結構好きなんよね。でもなんかその時によって見たい系統が全然違うから、有罪無罪間違えちゃった。難しいんだもん。難しくないと思うけど。東京タワー見てましただって。何それ。今のは TVer で最初から4まで見れますよ。今期のドラマ見たないな。私はディストニーだっけと、あとナインボーダー見てます。ナインボーダー見てますね。2つ見てるかな今。もう今1個見たいカンドラがあって、落ち着いたら見ようと思って今月見たいなと思います。お母さんがこの絶対見た方がいいって言われて超気になってんだけど、まだ見えてないんだよね。わあすごい、 I love you がいっぱい飛んできた。のりさんありがとう。 I love you、 仕事頑張って。かずっぴさん、朝倉さん、のぶりん、ふらんふらん、はりやつさん、さきちゃん、じんたろう、山崎パン、あいたかさん、たらのさかなさん、のうりさん、ゆめねこさん、えりか、あいたかさん、たらのさかなさん、どまーさん、ちゃんさん、とうしさん、かっさん、かつとわさん、たせぼのてっちゃん、のうりさん、はしむち、しろみフライ、シューマニア、原始人さん、ありがとう。のうりさん、ウオチャンネルさん、吉田さん、岡も、ボーダー、ヤスさん、キキちゃんありがとうございます。トマさんもタコありがとう。ニシプーもありがとう。ありがとう。あいたかさんありがとう。先に髪の毛だけまっすぐしてからメイクしたいと思います。ノブリーもクマありがとう。そう寝たらこんなうねうねするんだよ。てっちゃんお花ありがとう。わすごい飛んできた。そう散歩ありがとう。やつさんありがとう。わてっちゃんいっぱいクマありがとう。もん今日は私はメイク配信です。
なんだか久々な感じもしますが、ぐちさん、だるま魚さん、ありがとう。朝倉さんもありがとう。そして1455日ありがとうございます。こんにちは、だってこんにちは。朝ヨーグルト食べようとしたのにさ、ヨーグルトがさ家なくてさ食べれなかった。悲しい。こんにちはって、こんにちは。今日みんな何するの？みんな住んでるとこ雨なのかな。福岡はね今日めっちゃ雨なんだよね。26の目撃者公演申し込みましただって。私今月ちなみにいっぱい公演出るよ。いっぱい出る。パジャドラもいっぱい出る。いっぱい出るけど、ファンのみんなはあんまりセーブするんだろうなって感じだから、みんないなくても頑張るけども、結構出ない。関東は夜から雨ですだって。サーティはナイス食べてます。山梨は曇りですだって。あら、関東は雨が降り出し始めました。昨日東京めっちゃいい天気だったのにね。うわ、引っかかった。痛い。ちょっと痛いかも。あ、ちょっと雨やな。そう、パジャドラも18、23両方出るかな。目撃者も、目撃者がその舞台メンツが いないので、そうめちゃくちゃあれなのよ。もうなんていうの、もうなんか助っ人メンバーに助けてもらう期間になりそうなんですけどね。えやばいよね。なのでちょっとイレギュラーなチームメイチなんですけど、まあ、そんな中でもね目撃者公演頑張っていきますのでよろしくお願いします。毎回助っ人メンバーが昔のチームメイチって感じかな。めっちゃいい一枚少なかったから、なんかそうまあなんかレアなので数回しかないので、皆さんお時間ある方はぜひよろしくお願いします。って言ってもほとんど皆さん、ほとんどメンバー研究生じゃなくて正規面なので、2回転するってことはあんまりなさそう、はい、
では私はメイクしていきたいと思います。いのちゃんが言ってる美容室やっと予約しました。今の髪色も私が言ってる美容室かわいい、ありがとう。な、結構言ってくれてる、ファンの方いらっしゃって、いつも美容師さんと話するときにファンの人来たよって言われます。大分着きましたらってカフェキツネ娘が気に入ってましたでしょ。あそこいいですよ、意外と空いてて可愛くておすすめです。私も1回しか行ってないけど可愛いよね。私がインスタのしてさ、キツネのカフェあるじゃないですか、あそこの洋服可愛いなと思ってんだけど結構お値段がするから、そう買えなくてあれなんですけど、でもカフェは全然可愛くて行きやすい。あの家具、あのお皿と食器とかも全部可愛いの。なんかそこのトートバッグとかも全部可愛かったので、東京にいる方は行ってみてください。なんか私のファンの方も言ってましたね、この前。18の場でドライ行きますだって、やったこんにちはだって、こんにちは。髪の毛がまっすぐなっただけでそのグラスコップもう可愛かったんだけど、持って帰るのは大変だなと思って買えなかった。ポン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 、あー、どんな買ったカップの捨て写真忘れてた。ポン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 、ぜひね、お時間があるよって人は私のショールーム見て、3時ね半までは絶対するかな。眩しいけどちょっとこうして、3時半までは絶対すると思うので見てください。今日雨だからね、福岡雨なのよ、もうめっちゃ嫌な気持ち。この胸の傷に刺されたその瞳が振り17の公園行きましたって、目撃者ですね、ありがとうございますもう私今日めっちゃ眠くて、昨日お風呂入ったらもう激眠、すぐ寝ちゃった。17はまだフルメイいます、やったー、やったー。
花火大会、私昨日見えなかった。でもボンボコボンボコが聞こえた、うん、ちっとだけファンデーションの部分的に塗ります。ポン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 、すっごいボンボコなってた。でも劇場はなんか防音されてるからそこまでなんだけど、ボンボンボンってすごかった。今日はファンデーションはもうこんなもんで終わり。休みの日とかいうかあんまり公園じゃない時はファンデーションは塗らないですね。休みの日じゃないや、あの日は塗るけど、劇場の時は塗りますけど、普段はこれで塗りません。みのちゃんはアイラインを長めに引いたりしないんですか。気合を入れる時は引きますそう、気合を入れるときは引きます。でもなんかあんまり長いと私ドーンって顔な、なんか意地悪な顔になっちゃうんですよ。わ、こいつ意地悪そうな顔だなっていう顔になっちゃうから、そうだからあんまりなんないかも。あんまりなんか強くなっちゃう、なんかな、意地悪そうな顔になっちゃう。でも気分でするときはあるよ。今長くしてみようかなって。でも基本的にはなんかそこまで目に沿った感じが好きやからそこまでしません。でもギャルメイクのときはちょっと長くしたかもしれない、忘れちゃった。ギャルメイクのとき意外と忙しくって時間もなくて、気づいたらもう終わってました。でもやっぱまつげは頑張ったから、まつげはカメコソの写真見てたらめっちゃ漏れてた。けどその自分の好きな顔の方にカメコさんが、今回ヒリオールでカメコさんの位置が違ったんですね。だからヒリオール、そう、違うとこにカメコさんがいたから偏ってるのよ。上手にしかカメコさんがいない、下手にしかカメコさんがいないって感じだから、そうそうそう、そういうのはちょっとありました。私はこっちの顔の方が好きなので、ねーって感じ。大池里乃さん、私のツボでしたって、どういうこと、どういうことですか。なんで、なんで、なんで、終わりん。なんか年齢なのか、ニキビが本当にできなくなって、それはすっごい嬉しい。嬉しいポイント、めっちゃ嬉しい。全然できなくなった。超えたら吹き出物って言うじゃないですか。そうそうそう、もう化粧水変えてからかなんかしたらできなくなる。
私の目標は15分にメイクを終わらせて15分であれをする、何だったっけ、髪の毛するで3時半に終わる目標です。目標か、ちょっと口の色がなさすぎて、ゆうちゃん口の色がなくて怖いよって言われそうなのでリップ塗っときます。体調悪いのって言われそう。最近ねアイシャドウの色を変えたんです。こういうね、前はこういうピンクが大好きだったんだけど、すごいもうめっちゃ使ってる、物持ちがいい証拠、これがこういう色が大好きだったんだけど、そう最近はこういう色にハマってこっちの色になりました。全然違うって感じなんだけど、最近のブームです。オレンジ系、ちょっとコーラル系が好きなので最近はメイクが変えました。ブランドは一緒のもの使ってんだけど、そうそうそう、私でもなんかもメイクの色味は変えました。こうやってちょっとオレンジっぽい色になりました。髪色なのかもね、髪色はこういう色にするとこういうのにしたくなんですけども、ドッピンクの時はもうドッピンクメイクしてましたけどね。私の MC 聞きたいために劇場に行ってますって。嘘でしょ、私がサボテンじゃない時どうしてるの。まあ基本的にサボテンなんですけど、ありがとうございます。そういうね、まいこちゃんはぜひマシュガを見てください。ありがとう、今日初めて喋った。そう、またマシュガが上がったんですね。なので皆さんぜひ見てくださいませ。OK、気分もリフレッシュだって、そう気分もリフレッシュ。なんか眉毛が変です。なんででしょう、もうめんどくさくなっちゃった。でもサボテン可愛くて好きですだって。え、私大好きよ。ちなみにサボテン大好き、本当に。サボテンの MC が好き。前後半とか。マシュガって何がいいってさ、その見やすい時間じゃない？ 10 分くらいって見やすくない？
そのなんか長すぎずがめっちゃうまい。だいたい1本は30分くらい取るんですよ。そう、1本は30分くらい取るんだけど、それをまあ編集してくださってね。でなんかいい感じ、その見やすい時間になるよね。企画もさ、なんか変わってるじゃないですか。そうそうそう。で毎週集中、ちょっと毎週さ同じ時間に走行するから、みんなも見やすいって。突然の集中モード、なるほど。日曜日の11時っていうのは見やすい。確かにね、毎週って感じだからね、見やすいのかもしれないね。確かに確かに。見ても楽しいです。だってそんなにそんなに私いまだにお弁当は面白くて見るけど、面白いで思い出したけどさ、私さコンサートの時さ、真っ赤なアンブレラをね5期生で披露したんですよ。コンサート、この間のコンサートだから、数日前のコンサート会った時にそう見たんです。あって、でこう色をこう何アンブレラもう一つの作品、アンブレラをこう傘を使ったパフォーマンスしたんですね。すごい真っ赤なアンブレラってことで、でその傘がなんとピカピカ光る傘で、そうそうピカピカ光る傘で、光も自分でこう作動手動でするってやつだったんですよ。見ました？見ました？見ないと多分話伝わんない気がするんですけど、そう、そういうのやってて、そしたらさ、もう色も 2A からするんですけど、フルで披露したからね。そうなんか私の傘がこう歌割りの人がするみたいなあったんですよ。なんか開いて歌うみたいで、でなんかライトも自分でするみたいな。その時にさ、本当に見てほしいんだけど、そのなんこう傘がさ開かなくてさこう上にかぶさっちゃったんで、昼公演の時見た人いない？これ映像ないとね言うの難しいんだよね。配信で映ってたよ。だってそうなの、配信ではバリバリ映ってたんですけど、あんなミス一個もしたことないのに、
傘を開き切れず。みんな見てないか、わかんないのかな。ちらり君と目と目合って、あ、今日もメイク漏れない日だ。やっていこ、それさっとうっとりわっとごめんそうに見てる。いい曲よね。声をかけてみたいけど勇気が出せないんだよ。なんか歌われないのが本当にもったいないと思う。だって、リクアは1位取った曲ですよ。本当にファンの皆さんのおかげですよね。なんか最近さ、タバコはしない方が可愛いんじゃないかとか思ってきてさ、って感じじゃん。私があんだけたまにしますとか言って、私がさ、なんかあんまりそんなたまにしない方が可愛いんじゃないかとか思ってきて、ちょっと今日は挑戦。なんか今日はこんなもんにしよう。表情が見えなくて怖くて痛いけど
こんにちは、だってこんにちは。もう日曜日なの？早くない？1週間。私さ、ちょっとさ、一昨日くらいにさ、ラジオの宣伝した気がするんだけど。ラジオ聞いてねとか言った気がするのにさ、もうさ、もうなんだけど、なんでそんなに早いんですか。やばいよね。怖いんだけど。そろそろこんにちはミッションです。あ、本当だ、みんな来るよ。こんにちはミッション、3時になったら始まるんだよね、こんにちはミッション。ね、わかんない、もうさ、私最近してないからさ、私がしてない間にあんまり変わったかもしれない。久々に3時にするよね。期待してたけど、最近久々。3時になった瞬間にね、こんにちはミッションがね、本当にいっぱい来る。会話ができなくなる。ほら、いっぱい来た、こんにちは。こんにちは、みんな。私がまつげ頑張った間にこんにちはミッションしてください。ほらほらほら、すごいすごい。こっちの方が可愛くないとか思ってきたの最近。なんかあんまりまつげさ作らず、まあ今日やってみます。あ、すごいすごい、めっちゃ来た。こんにちは、私はメイクしてます。こんにちは、何しようと思ったんだっけな、ちょっと下まつげ塗ろうと思った。すごい。止まらないんだけど。こんにちは。
すごい止まらない。いや、なんか私と話したい話ありますか？なんかある？え、もう誕生日まで1ヶ月切ってる。やばやば。やばやばくない？21歳になっちゃうよ。あ、そう、22になるよ間違えんな。22になるよ。やばくない？でも今年もこうやってみんなにお祝いしてもらえることが嬉しいな。それは本当に、なんか誕生日の時みんなにいっぱいお会いしてもらうと、あ、アイドルでいてよかったなーって思える瞬間です。いつもね、毎年思います。なんでこんなさ、お誕生日をさ、みんなにさお祝いしてくれるんだろうってめっちゃ思うんですよ。もう本当にありがとうございます。なんか毎年さ感動しちゃう、本当に。毎年感動、嬉しいんだよ。なんか最近鼻にチーク塗るのが流行ってるらしくて、こうやって塗ります。すごい、まだ行で作るこんにちはのね、こんにちはミッション。もう私チークが薄くなっちゃうから濃いめに塗っときます。ありがとう。早く違うの塗ってみよう。ちょっと休みに入ってみよう。チン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 。こんにちは。こんにちはって、こんにちは。なんかやだこれ、やっぱこっちがいい。すごい、もうこんにちはミッションのもう人がいっぱいいるから、もう何の話してんのか分かんなくなっちゃった。何の話してたっけ。
はい。こんにちは。メイク道具どのくらい新しいの変えてますかだって。どんくらいだろう。でもあんま新しくなんか一式総替えみたいなやつはしないかも。もう結構しないかも。同じのずっと使ってるのも多いし、なくなったらまた買うみたいなのがいいですね。そこまでいっぱいいつも毎月買いますってわけじゃないかな。なんかいいものだったら特になんかそんないっぱい買えないから。しかも大抵そこまでまずなくならないっていうのがあるから、そんなすぐなくならないから。疲れた。ライブできました。アイライン、私のアイラインとかこのくらいしか引かない、短め。めっちゃ薄い色、もうこんくらい、こんだけしか使わない。公園じゃないときは、公園のときはもうちょっと使ったりするけど、基本的にはあ、短め。できた。できたんじゃないですか。結構完成しました。うん。リップを塗ります。雨だる。湿気るし。ストレートがいいと思う？みんなどっちがいいと思う？ストレートか巻くか。でも巻いたらあれかな、6期生ちゃんに会うとき怖がられちゃうかな。7期だった。
私もうロキが7期も分かんなくなってきちゃったもん。7期ストレートか、今ストレートか巻き髪か、どっちがいいと思う？みんなに決めさせてあげよう。秋髪？じゃあ秋髪にしよう。はい、OK。前髪乾かしてみる。OK、 行きました。でこれでちょっとこうしておきます。え、めっちゃ時間配分ぴったりじゃない？私がさ何時にしたいねって人、携帯充電もういいかな。 95% もあればなんとかなるでしょう。じゃじゃん。本日の私、今日みんな7期生配信見るの？7期生配信まあ見ますよね、それはね。スタンバイしてます。早くない？もうちょっと、さすがに早すぎよ、それは。もう見る気満々じゃないですか。あ、アイロン切っちゃった。いいか、まあ今後ね、一緒に活動頑張っていく仲間たちですから。今日全員覚えられるくらい。でもさすがにアイテムとか投げたらえっと思っちゃうかも。えって
なんでって思っちゃうか。なんか見る分にはやっぱさね、同じこの一緒に活動していく仲間ですからあれなんですけど、なんかアイテムさ投げたらさ子さんなんとかもらえるんでしょ。ナッキーロッキーの時もあったけど、まずそういう配信があるのがいいなと思う。で私のファンの人の名前があったらってもうなんでって感じになっちゃうんだけどたらもうああって私がしょんぼりします。ああってしょんぼり、私のしょんぼりな顔見たいんですか。絶対見たくないでしょ。もうしょんぼりな顔が好きですの人とかはもうちょっと置いといて置いといて、私がしょんぼりとなってる姿は普通だったらねえ見たくないですよねっていう話です。しょんぼりフェチの人だったらさ、でもそういうの嫌です、私そういうの嫌です。わかる、そうなんよ、最近の子の名前が難しい、めっちゃわかる。もう私もね、あの七期の見て思った、一番最初に思った名前まずなんて読むの問題があるよね。わかる、めっちゃわかる。だからそういうためにも、まあ、今後ね一緒に MC とかしていくからってならないように、その今日は一人でも多くお名前を覚える、一人一人性格をね覚えるっていう感じにしたいなって私は思ってるんですけど、めっちゃわかる、それマジでわかんないよね。わかるわ、私もわかんなかったもん、ってなっちゃう、なんて読むんだろうって、なんかこう漢字の組み合わせ方でなんて読めばいいのかわからなかったりするよね。わかります、わかります、一緒。だからなんか最近の子なんだなって、最近私もまあ最近の子って言われること多いんだけど、やっぱり年齢がさ3つもね違うとやっぱ違うんだなって思いますね。はい、じゃあ髪の毛巻いていきたいと思います。くし、そう、坂本里乃って本当に覚えやすいっていう意味ではお母さんとお父さんに感謝だなーって風にはめちゃくちゃ思います。そう、ひらがなっぽいお顔だったんだって。お母さんがひらがなにしたかったらしくて、そう、お母さんがひらがなとか言うわけではないんですけど、うちは私だけひらがなです。あとマロンとタルト、動物はひらがな、クララはカタカナ、私が前飼ってた鳥ちゃん、あ、そうだったんだけど、うちのペットと私はひらがなです。そうなのよ、私だから坂本里奈ちゃんってめっちゃ覚えて、も逆にだからあのめっちゃ今でもあの芸名なんですねって言われる、芸名ですかって言われる、あのなんかこのお名前がね、私の名前がこう活動だけの名前だいたい48みんなね本名だもんね。そう、めっちゃ言われるかも。だいぶこんにちは減ってきた、こんにちはだいぶ減ってきた、さっきもこんにちは多すぎて話ができんかった。ロッキー生の名前覚えましたからって、全然もうごめんねって感じ。
渋井ちゃんがめっちゃ詳しいから渋井ちゃんと昨日話した、この子があーですって、え、もうって思ったけど、会えません、こんな前髪で。でもさ、ぶっちゃけキャラじゃないですか、なんかもう最終的にはキャラで覚えてくって感じかな。うん、あ、ロッキーの名前、あ、ロッキーの名前わかるよ、全員。あいえおじゅんだったらでもわかんないけど、伊原ハンナちゃん、伊沢美優ちゃん、伊沢ちゃんもね、私ね、あれで美優びっくりした。伊沢美優ちゃん誰がいた、あと石松ゆいなちゃん、ニコニコゆいなだよね、あと誰がいた、生野里奈ちゃん、いやさすがにあいおじゅんはむずいよわかんないよ、あと誰がいた、マジでわかんない、あとあゆえを、えぐち、えぐっちゃん、えぐっちゃん、いい、多くない、え、こんないいいるもの、あと忘れ物ない、あゆえを、いないよね、オーバーリチャキー、おおおお、大内凛香、リンリンリンカね、あゆえおか、かなんて言ったっけ、あ、失敗した、こんな考えながらやってたら巻き髪、か、ないきくけこ、立花、ココペ、作業いないの、作業、作業いないの、あ、北川ヒーローね、北川ヒーロー、さ、作業はもういない、作業なんて、さあ、あだ名だから、ね、名前わかんないんだよね、立花、ココッペ、やなせ、れいや、あ、渋井ちゃん、渋井ちゃん渋井ちゃんじゃん、渋井ちゃん、やなせちゃん、やすいちゃん、もがみちゃん、あや、森崎ちゃん、あと誰だったっけ、ああ、ギャルの子なんだっけ、カレンネン、福井ね、ハヒフヘホ、
得意、私まず50音が苦手だわまず私50音が苦手です。あの5期生の50音も多分わかんない。あとうららちゃん、あと絶対忘れてる子いる、藤野ちゃん、待って警報多分もっと言ってない気がする。あ、もうこんなもんか、もう16人行ったくない？安井ちゃん全員これで、お、行くない、巻き髪久々にしたけど。特期生は石橋いぶき、石村愛理、川平ひじり、栗山里奈、坂本里乃、竹本くるみ、最後は田中きゅうり。え、これが終わり？こんだけ？ご規制少なくない？これしかいないの？覚えてください風でした。めっちゃ覚えやすいね、やっぱ7人いいですね私ね、なんか全員5期生大好きだけど、今の5期生のあの方が思い出が大きい。5期生でルンルンするようになったから多い。忘れちゃう嫌だよ、私の顔と私の名前。あ、昨日アイティと話してたんだけど、覚えてくださいっていい曲だよねって話をして、 あれが最初で良かったよねって話をしました。確かにって思ったんだけど、わ、めっちゃ可愛い飛んできた、のぶちゃんありがとう。なんか今日めっちゃもうちょっと低い方がいい。ピアレスさん、はじめまして、ありがとう。私の顔と私の名前覚えてください。何を見てもねえ、私だけ一年に花が咲く大きな花で、これからの幸せ頑張っていくんだ。最初の頃でここをね、最近作るのが好きでね、頼りなく個性されたちょっと作りすぎたかもしんない5期のさ、お披露目の時さ、5期生のことどう見てたのめっちゃ気になるんだけど、やっぱ今の7期状態なんか、それかもうちょっとみんな顔が違うなって思ったのか。そうそう、めっちゃ気になる。結局やっぱ最初の子ってみんな同じように見えるのかなとか思って、そうそう気になるんだけど、最初ってどう見えてるんだろう。
5期も人数いっぱいいたからね。って言っても4期じゃないや、6期7期より全然少ないんだけど、やっぱ4期生さんよりも多かったし、興味がありませんでしただって、そういう方もいるよね。なんか全然大きなお披露目の時は全然興味なかったけど、ほんとなんかだんだん好きになりましたって方も全然いる。なんかほら見て、なんかいい感じになっちゃった。これがでもきっとストレた瞬間にあーになっちゃうんですまあいいでしょう。それこそなんかショールーム見た時のが可愛かったとか言われる。ほら別の足がいたので気にしてませんでしただって。そう、そういうタイプもいるの。やっぱね、かわいさ増しただって、ありがとう、ありがとう。こんな感じで私はもう完成したので終わりにしようかなと、まあまあまあ思いました。うん、ノーパラでしたって。あーねー、ノーパラしたい。虹もあるぜ、恋でるの夢見ながら花閉じで、じゃんレディゴーレディゴー、じゃんじゃんレディゴースートントン、スートントン、スートントン、ジャンジャンジャン、たとえ燃え盛る。コロナで中止になったノーパラが振り替えまだなんですだってしたいよこっちだって、したいよ。なるゴキとめっちゃ話すよ、ノーパラしたくねって。衣装まだありますからね、福岡にできますよ。でも7人バージョンってユニットが地獄ほんと。あでもあでも泣き方法があるからいけるなくはないけど、あまた前髪巻きすぎた、最悪や。そう、泣き方法バリアやってる間に泣き方法の人が急いで着替えて、残りの3人でペガサス4人で回して、マリアの人が骨骨割れつしてみたいな。で余った人がクルパーするけど、クルパーしたら全然クリスマスがいっぱいに人がいませんみたいな感じになっちゃう。やりたいけどね、まあなんかいつかできたらいいなって奥さん話してますけど、いけなくないけど、うん、そうね、クリスマスがいっぱいが人いなすぎって感じ。できた、完成。私6期生が入った時まだ髪の毛染めてなかったんだって。渋井ちゃんと撮った写真が出てきたんだけど、髪の毛染めてなかったから、私染めてなかったんだと思って、まだ黒髪でした。うん、びっくり。
今日なんか知らないけど髪の毛短かったし、ここ大事。失敗したけど、なんか喋りながらしたらこう失敗した。確かにまいちゃんとあきうさんを入れてニキゴキでニコニコセットでしたらできますね。確かに確かに、それはできるかも。かわいいかわいいって言わせるために言ってるみたいで、言ってから恥ずかしくなっちゃいました。恥ずかしくなっちゃったよ私。なんかさ、まつげこのくらいのが可愛い気がしない？ナチュラルすぎるかな。このくらいのがなんか可愛い気がしてきた。ね、なんかあんまさ、タバタバにしすぎるとさ、ね、きつくなっちゃうから。うん、難しい。やばいやばい、もうちょっと時間がやばくなりました。間に合うのって言われてるし、さすがに間に合います。だって5時からだよね。そうよね、5時からだよね。今日間に合います。雨めんどくさいよ。雨雨。はい、では皆さん、ランキング見たいと思います。ノブリン、ニコチさん、コンコン、オクジアイ、ザキザキザキ、アラピキさん、ミクミクさん、フランさん、アイテムありがとう。ではランキング見ます。13位がザキザキザッキー、12位がヒロトくん、11位がニコダス、10位がユリカ、9位がただの魚さん、8位がなーフラン、6位が7位がフラン7位がゆかりちゃんありがとう。6位がドマンさん、5位がヤスさん、4位がモグモグパクパク、3位がノブリン、2位がノーリさん、1位がハセボのてっちゃんでした。ありがとうございました。キュン、ありがとう。じゃんじゃん、ありがとう、ありがとう。はーい、明日はめちゃくちゃ朝早くに配信したくて、なんかメイクまた、なんだろう、朝15分くらい配信するか、私がパタパタしてる配信になっちゃうと思いますんですけど、皆さんぜひ朝ちょっと早いかもしれないんですけど見てくれたら嬉しいです。お願いしますって感じかな。では皆さん、今日はメイク配信でしたが、見てくれてありがとうございました。またね、ラジオ夜聞いてくださいね。またね。ありがとうね。バイバイ、ありがとうございました。